お仕事お疲れ様です。今日もご視聴ありがとうございます。今回あなたにお届けするニュースは、速報衝撃、秋篠宮家反響欄、皇室の DNA にいません。ニュースの詳細は以下の通りです。愛子さまは、秋篠宮殿下の DNA 鑑定書を持っているのかも。DNA 鑑定は、髪の毛でできます。宮内庁職員の掃除の人に頼めば簡単です。 あとは、宮内庁職員に頼めば、書類が届きますよ。天皇陛下、政子皇后陛下、愛子様は、知ってしまったのかもまず、皆さんは以上のコメントに賛成ですか反対ですかぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。今回取り上げるニュースはこちら。 天皇陛下はかつて皇太子時代にご両親と結婚についての考えが異なった場合どうするかとの質問を受けてこう答えになっています。結婚相手を一方的に決められるのは混りますが周囲の意見も尊重する。必要はあると思いますとまるで現在の眞子さま結婚問題を予見するようなお答えをしています。これは小さい時から将来天皇になることを意識した教育を受けられてきたからでしょう。 自分たちさえ良ければいいという結婚は許されないということ周囲と国民に祝福されないといけないということを分かっています。宮内庁は週刊誌報道に苦言。そうした状況を見かねてか、宮内庁は24日に、悠仁さまの進学をめぐる報道に対し、憶測に基づいて報道するのはメディアの姿勢としていかがなものかとする見解を発表しました。この見解は、 21日にあった秋篠宮家側近の定例会見で、記者から悠仁様の進学についての報道への受け止めを問われ、側近が、現時点では具体的な説明は控えたい、などと答えたことの補足説明として24日に発表された。補足として、受験期を迎えている未成年者の進学のことを、憶測に基づいて毎週のように報道することを疑問視した上で、静かに見守っていただければ、と理解を求めた。 紀子様裏口入学圧戦で逮捕の可能性このように宮内庁が苦言を呈さざるを得ないほどの騒動となっている久仁様の進学問題ですが実は現在ネット上では一部でこの問題には法律違反の側面もあるのではないかと話題になってもいるようです例えば当チャンネルのある動画には次のようなコメントが書き込まれています 裏口入学の仲介は、刑法第197条の4により禁止されています。裏口入学の仲介をして、公務員に不正な行為をするように圧戦すること。またはしたことの報酬として賄賂の一部を受け取り、相手の要望を約束した場合は5年以下の懲役に課せられます。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 キコは逮捕されても平気だろう。皇族だからといって遠慮はいらない。皇室を守るためにきちんと検挙し逮捕してほしい。そして裁判で事実をさらしてもらいたい。法治国家として当たり前のことをするだけである。かわいそうな有望もホット安堵ドすることであろう。評論家の中には皇族は特別なのだから、 どこの学校に行くのも自由だなどといった極論を述べる者もいるようですが、違うんだ。皇族は特別だから、本来は学習院以外に行ってはならないんだよ。国民と競争して目をつまないようにする。戦前、確かに皇族は陸軍士官学校、海軍兵学校へ行ったけど、それは別枠で、親民よりも優遇されていたけど、競争にならないようにもなっていた。 戦後は軍人になるコースがなくなったので学習院が基本になった。個人的にはどの学校へ行っても良いし、国民と競争するのも良いが、フェアなことが絶対の条件。競争すら忌避されてきたのに、不正、犯罪行為では高訴高層に申し訳ない。今進行中の共通テスト世界市 B 案件でも偽計業務妨害罪を、公正であるべき入試を混乱させたことであるとして、 入試不正の摘発に警視庁が本腰を挙げていますこれはチェスンシルの事案とも同じ罪名であり、日韓で温度差はあっても、刑法はほぼ同じですので、紀子に対しても、つくばに自分の息子を裏口で合格させられるような推薦制度を作らせたことだけで十分立件可能と見られます。さらに、ケリーさんのスクープにあった、紀子が名誉総裁を務める登録者団を経由した、 事実上の賄賂が8億円以上もわたっていて、寄子からの裏口合格命令に背けば、寄付を引き上げるとまで恫喝したことで、逆に賄賂性が固まり、刑法第197条の4の証拠が上がったと言えます。築月の先生たちへ心は何を思っているんですか何としてでもこのおかしな入学を阻止することはできないのですか ?3 年間教えた教え子たちの一部が涙を飲んで他校へ進学しなければならないのに、 その教え子たちのいなくなる分の枠を公平に頑張った受験生が手にするのならまだしも、定型後進学制度とやらを使っていろんなたくさんの人に起こり失望落胆を味わわせている人間にやってしまうなんて、ありなんですか涙をのんだ生徒の枠も、これからやってくる受験生の枠も、どちらも奪ってしまっていますよね。鳴人君に失敗する権利をあげたい。親がバカだから失敗を認めたがらない。 それは子供にとって残酷なことです。失敗して落ち込んでいる子供を抱きしめてあげるのが一番の愛情です。国民は何でも特権で隠そうとしているから怒っているんです。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。筑波大学附属校不合格の衝撃現在週刊誌やネットメディア等で話題となっているますます注目は集まるばかりのようですこれまで悠仁さまの進学先の最有力候補とされてきたのはお茶の水女子大学との間で中学校もしくは高校進学時に少数の生徒の入れ替えを行う定型後進学制度を結んでいる筑波大学附属高校でした ですが、残念ながら、悠仁さまは、この制度で必要とされる成績に達していなかったため、この定型更新筑波大学附属高校に進学するのは不可能になってしまったようです。紀子さまからの強い要望を受け、筑波大学の側も、なんとか悠仁さまを定型更新学制度で入学させるよう手を尽くしたそうですが、やはり、どうしても、悠仁さまの成績が悪すぎる、ということで進学を断ったようです。 筑波大学側が、悠仁様に要望したのは、筑波大学付属高校の毎日の授業についていけるだけの最低限の学力ということだったのですが、どうやそうした最低限の水準にも到達していない、と判断されてしまったようですね。筑波大学側としても悠仁様が高校の授業についていけなくなり、落ちこぼれて、授業に出席しなくなり不登校になる、などといったトラブルはどうしても避けたかったそうです。 キコ様も家庭教師をつけて必ず学校の授業についていけるよう毎日予習を行う不登校になったとしても報道規制を行いマスコミには報道させないといったことを約束し何とか入学させてもらえるよう交渉されたようですがそれでもダメだったそうですこれまで定型更新学制度を利用して筑波大学附属高校へ入学させることを第一の目標としてきただけにキコ様は この入学拒否に大変なショックを受けられると同時に焦りも感じておられるそうです。早稲田大学をターゲットにまた、現在では第一志望を早稲田大学の付属高校となんとか推薦入学できるようにと手を尽くされているようですね。悠仁さまの姉の佳子さまも不合格となりましたが、かつて早稲田大学を受験したこともあります。高校時代には一般入試で早稲田大学に合格するため、 大変真面目に勉学に打ち込んでおられたようですが、それでも不合格となりましたから、紀子さまも一般入試で早稲田大学に合格することが容易ではないということは重々承知されていることでしょう。そこで、現在では早稲田大学の学長などにも掛け合い、なんとか悠仁さまを付属校に推薦入学させてくれないかと熱心にお願いされているそうですね。先日ななどはなんと 早稲田大学の学長室へ乗り込み、悠仁さまは全科目優秀、内申点も抜群、などとかかこんなに成績優秀なんです、などと説明されていたそうです。おそらく、紀子さまは、悠仁さまが筑波大学附属高校の定型更新学生制度の枠からこぼれ落ちてしまった子実際の成績表を持ってきてもらわないとと言っていたそうです。悠仁さまの本当の成績ところで、先日発売された。 『週刊文春2022年1月久人様の成績はどの科目も極めて優秀であり得た推薦入学での重要な選考基準である内申点が抜群に優れていると書かれていましたが本当にそれほど優秀久人様の成績がそれほど優秀なはずがありませんよ小学校時代には久人様の成績は中の下程度だと正確な報道がされていただけに久人様が中学校に進学して以降 急激に成績が上昇した。悠仁さまの中学校進学に際して、国民からの反発を恐れて、紀子さまは、定型後進学制度を利用しての筑波大学附属中学校への入学を断念されたという経緯があるのですが、この悠仁さまの成績が優秀だと報じるよう、圧力をかけるようになるのでしょう。週刊誌等では、中学校に進学以降、 久人様の成績は急上昇などといった報道もたびたびなされていただけ筑波大学の学長も定型更進学制度での入学の専攻のため久人様の実際の成績を見られた際にはあまりのその時にはあまりのひどさにこんな成績でうちの大学の付属校に入ろうとしてたかと思わず驚きの声を上げてしまったそうです久人様が現在通われている お茶の水大学附属中学校の偏差値は女子は72と後偏差値である一方で男子は53となっておりもともと学校内で男子生徒の成績は女子と比較して低い生徒が多いようですですので筑波大学の学長も久人様の成績はそれほど優秀ではないだろうとあらかじめ予想していたようですがそれでも実際の成績を見た先には大変なショックを受けたそうです 筑波大学附属高校の進学を拒否された悠仁さまですが、早稲田大学の附属校のレベルも、筑波大学附属高校と大差ありません。ですので、おそらく、早稲田大学の附属校に入学しても、毎日の授業についていけない可能性が高いでしょう。悠仁さま地区不合格と、宮内庁の懸念。現在、多くの国民からの注目を集めている悠仁さまの高校進学の問題ですが、 週刊文春は、すでに、悠仁さまの畜生合格は決定しており、合格証書も手にしていると報じました。将来、天皇となる悠仁さまが見事に難関校への進学を決定したということで、おめでたいことのようにも思えるのですが、現在、宮内庁などは、悠仁さまの畜生進学に関して、いくつかの点で懸念もしているようです。デイリー新庁は、本日24日に、 悠仁さま、高校進学宮内庁から上がる、特別ルート批判、以上の懸念材料とは、と題する記事を配信し、悠仁さまの畜生進学に関して二つの重大な問題について取り上げています。一つは、この定型高進学制度の創設に関して、宮内庁は関与せず、紀子さまの独断で、お茶の水女子大学と筑波大学に作らせたということ。それから、もう一つは、果たして、 久人様が筑波大学附属高校に進学された場合、普段の授業についていけるのかという問題です。記事では、社会部デスクの次のような言葉が紹介されています。宮内庁の人たちに話を聞いてみると、その進学方法が国民からの批判の対象となりかねないことに気をもんでいるようでした。宮内庁が特別ルートの策定などに関与した事実はなく、 秋篠宮家からも情報が細かく入ってくるわけでもなく、さらに心配を募らせている様子でした。宮内庁のこうした懸念は、妥当なものであると言えるでしょう。すでに、週刊誌やネットメディア等では、悠仁さまの畜生進学に関して激しい批判の声が上がっており、場合によっては、こうした評判が悠仁さまの進学後にいじめ問題につながらないとも限りません。 地区不合格について報じた週刊文春の記事では、定型更新学制度にて合格したという事実を知らせないため、区内庁からの正式な悠仁様の合格発表は、一般入試が終了した後の2月中旬以降に行われるだろう、とのことですが、発表時期をずらしたところで、騙されるほど国民は馬鹿ではありません。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 お世話係の女子生徒たちは、お茶の水で慣れ親しんだ同級生から引き離されて、つくばで、こいつ何者のりこの手先と白い目で見られることにでもなったら、気の毒すぎてあまりに残酷ではありませんか。幼稚園から高校まで同じ学校というのは、独特な雰囲気で、同級生はまるで兄弟姉妹のようになれます。なのに一番楽しい高校時代になる人のためにお茶の水から引き離され、 部活仲間からも遮断されて、全くとざまとなる筑波にいきなり放り込まれるのです。強いメンタルの生徒ならいざ知らず、もし人間関係に苦しむことになったらどうするのでしょうか。本人が強く希望するのでない限り、のり子は自分の子だけだとなる人のための裏口制度だと言われたくないがためのアリバイ作りのために、無関係な同級生を巻き込むのはやめていただきたいです。奴隷か故障。 というよりも、瞳悟空だよ。昔のアステカかペルーにでもありそうな、紙に使える諸女、生贄にえ。その女子生徒の身も心もコントロールしてるんだもん。公式や磁天皇に、人の命や心を自分の思うままにする権利も権力もあるはずがない。英国の王子は児童をもてそんだ首謀者と関係を持ったことで身分剥奪された。 公式の世話係という名の女子生徒を引き連れた入学が世界に知れたら、どれほどのスキャンダルや非難が湧き起こるか。モンペノリコがついている以上、どうしても、触らぬ神にたたりなしという雰囲気になるのでしょう。女子生徒はロックオンされたら身の破滅、とばかりに注意深く距離をとっているかもしれません。いわば生徒の自衛手段を、いじめと言われても、 そもそもこういう学校の生徒は受験勉強で忙しくて、受験勉強をしなくても東大へ行ける坊ちゃんとは話もスケジュールも合わないでしょう。のりこは高校時代も成績が悪く、しばしば親呼び出しを受けていました。学習院の成績不良者には、お茶やつくふの切れ味のいい優秀な生徒さんたちの気持ちやスクールライフを理解できないでしょうね。 ならばおとなしく愛子さまの優秀さを指くわえて眺めているだけにしていればいいのに、あろうことか、陛下を低学歴と罵倒し、打倒愛子を叫んで、なる人にそれ以上の学歴をつけろというのです。これ全部カンドラですかと思えるほどの狂気ぼのり子。頭にあるのは、自分のバラック羊コンプレックスを、 身の回りの幸せそうな家庭や優秀なお子さんを潰すことで医者されようとする屈折した要求でしかない。のりこにとっては、自分の羊コンプに加え、なる人が著しく不出な子だったことで、二重のコンプと口にできない恨みを両陛下に対して抱くようになっていったのでしょう。